室。おまたクラブしたいと思います。もちろん今、アンダーも言ってくれたように、食塩水の方が重いんだけど、例えば食塩水にトマトと同じように水道水が浮くほど重さに差があるのか、これちょっと実際にやってみたいと思います。はい。最初に塩水入れるの、塩水。透明な水を入れてください。そうそう。じゃあ、今からこの塩水に水道水を浮かせたいと思います。重さに差があれば、しっかり浮きます。ジャーッと入れない、ジャーッと入れたくなかったら壁に向かって打つのがいい。壁に向かって打つ。どういうこと？壁に向かって。壁に向かって。壁に向かって。そう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 、勢いが。上がってる。浮いてる？塩水の濃さによって浮く度合いが違うよ。塩水が重ければ重いほどしっかり浮くからね。これこんぐらいで合ってる。ザリアちゃん、まあそうだな。一番塩水が濃い。ありがとうございます。すごい浮いてますね。でこっちの紙は普通だから中間です。私普通じゃないです。中間。こっちは薄い。あ、じゃあこの二人が薄い、薄いグループ。薄いグループでこっちがいい。これ結構みんなに見せたら大きいか。もう一個やる。で、こっちは普通グループ。はい。で、こういうグループ。こういうグループがしてる。濃い音。濃い音か。濃い音だな。どうした？いや、こぼしてます。少しぐらい。え、全部入れるの？違う違う、50まで入れるんだよ。で、こうやるでしょ？したらずっとこのまま。おくちゃん知ってるから。ちょーっとやってれば、透明なのがどんどん下に溜まっていくのわかる？わかります。わかる？でやってみてください。引き抜くとき気をつければ、引き抜くときね。入れるときと引き抜くとき気をつければ、みんなしっかり透明に浮くはずで、透明な水。はい、なってきた、なってきた。あゆみさん、なってきた。先生、スポイトです。スポイトで入れます。このままこう、手離していいかね、これ。離しちゃっていいよ。あんまり思いっきり入れないよ。あ、きれい！浮いた？うん、結構浮いてるよ。じゃあさ、一番浮きやすいのはあゆみさんだから、他の人はそう思っていないとね。うまくいかない。あ、戻っちゃった。めちゃくちゃ浮いてるじゃん。浮くね。だからしっかりこの実験でも塩水の方がはるかに重いことが分かりました。水が合わない人生は終わる。塩水人生は終わる。塩水人生あーみこちゃん書いてやがる。だからここの壁、壁上がる、壁に当ててスーッて入れるのか。じゃあ下に行きましょう。そうすると静かに落ちるでしょ。わかった？壁に伝わせて落とす。そっとだ、そっと。静かにやる。ほら浮かんだ。どうだ？浮かんだ。浮かんだ？お、響きうまい。もう一回。じゃあもう一回入れて。ありがとうございます。いない？二人で。で、塩味作って。これどんぐらいやるの？半分ぐらいでいいよ。うん、半分ぐらいでいい。そしたら、じゃあ青カイロを出しといて。多分多すぎよ。手で残っちゃう。だぜ。青カイロと出してくれ。入れすぎ？出してください。まあでもそれ色つけるからね。それ、色水入れて30ぐらいにして。色水入れれば溶けるから。だって量が多い。確かに。じゃあいっぱい入れよう。どうしても磁石で酸素が磁石で鉄。磁石の場合。おお、見て。少し入れたら見て。さ。どう？だからこれでわかる。結んだ。つかないで離れていけば磁石でわかります。なので。ほら見て。綺麗でしょ。青いの。青いのを磁石の針に。赤いところに近づけてみます。なってるね。じゃあ次、だから赤なの。そう、次 N 極の赤。あ、見て見て見て、赤入れた。赤につけてみましょう。なんか雲みたいだね。赤を、ということで、ほら見てみろよ、これ綺麗じゃん。塩水はやっぱり重たいから下に沈んだってことだから。